今回のハウトゥーナビはヘッドライトの黄ばみクリーニングについて紹介していきます。用意する材料と道具はご覧の通りです。ヘッドライトの汚れをきれいに洗浄し、水分を拭き取ります。ヘッドライトの外周にマスキングテープを貼っていきます。クリーナーをよく振ります。クリーナーのキャップを上向きの状態で外します。研磨パッドをヘッドライトに当てたまま、容器の側面を押し、研磨パッド面に液をたっぷり付着させます。こちらが研磨パッドに液が浸透した状態になります。それではクリーニングを行っていきます。縦へ一定方向に軽く磨いていきます。同じように横も一定方向に軽く磨いていきます。これを繰り返し、一定方向に縦、そして横ともに軽く磨いていきます。液が乾く前にきれいな布で拭き取って、ヘッドライトのクリーニングは終了です。いかがでしたか？ヘッドライトの黄ばみクリーニング、ぜひチャレンジしてみてください。